はい、ウルトラ96でもなくて、申し訳ないんですけど、ちょっとだけ喋らせてください。とりあえず自己紹介ですけども、私、高瀬と言います。京都大学の、なんか変な大学の、卒業してます。あ、変なのは学生で、私は普通の人です。で、まあ、なんかいろいろあるんですけど、まあ、いろいろやってるんですけど、絡みとしては、ロスって皆さんご存知ですか？ロボットオペレーティングシステムってなんですけども、まあ、それを使ってなんか、最近遊んでます。で、何ですかね、で言いたいのが、最近作ってるのが G トルボットっていうのを作ってます。で、これは、ジンクと、タートルボットっていうのが、自動走行のロボットなんですけども、まあ、これを組み合わせたら、FPGA 使って自動運転のロボットシステム作れるよねって言ってやってます。で、まあ、人工なんで、ウルトラ96かなと思いきや、まだ G ボを使ってます。在庫っていう人もいますけど、はい。それを使って、よく見ると、ここが、緑色の、基板で、で、カメラが、P キャノンと、あと USB カメラをつないでるっていう状態です。2つを使ってます。で、これを、ロスっていう、まあ、ロボットの、開発フレームを使ってやっていて、で、まあ、せっかく、G を、ジンク使うので、FPJ をなんか、きちんと使いたいよねということで、で、システム構成としては、PS、アームの側に、ロスが走って、で、PL 側でちょっと、FPJ っぽい計算をしているという感じです。で、USB カメラから来ている画像を、こっちじゃないな、すいません、特に何も準備してないので、あり合わせの資料をいっぱい使ってるんですけども、これじゃない、こちらに、はい、これなんとなくわかりますかね。これ丸が、ロスの、ノードって呼ばれる、まあ、タスクみたいな、タスクとかプロセスとか、そういう人がください。で、ロスのいいところっていうのは、通信がハブサブで、まあ、トピックってこれ、四角い箱なんですけども、これを介して、まあ、1対1とか1対だとか、いろんな通信が簡単にできるっていうのが嬉しいことです。で、FPGA 使ってるのが、2つあって、1つ目がここのところですね、ユーザー回路っていうところからデータを取ってきてやるんですけども、これが、PCAM の、カメラを使っています。で、ここが取ってきたやつを、データを、これが、路面の、写真をから、路面の、状況を見て、で、それで線を検知して、それで自動走行するものになっています。で、もう一つが、こっちなんですけども、FPGA コネクションって書いてあるんですけども、これは、信号の検知をしていて、で、信号の検知の部分を、まあ、信号の写真を撮って、それが青信号なのか赤信号なのかっていうのを、まあ、最初にとバーッと学習してやって、で、撮った写真が今赤信号なのか青信号なのかっていうのを判定して、あ、こっちですね、こっちから来たやつを、こっちが、こっちが USB カメラ、USB カメラから来たやつの画像データをここに流して、で、FPGA に渡してやってやる。画像を認識してやるという感じです。で、まあ、ここで、ランダムフォレストを使っていて、ランダムフォレストなんでかっていうと、簡単そうだったという理由です。で、まあ、その画像を、ウィンドウ切り出してやって、リサイズして、ね、何やかんやして、で、まあ、特徴量を出してやって、で、僕の計算に出すということです。で、今ここしかハードウェアになってないんですけども、実は、方向ですね。あ、昨日実は日吉で発表してきました、日吉の学会で発表してきて、で私3時間かけて今日ここに来たんですけども、まあ、そこでは一応ここしかハードウェアにしてないというふうに言ってますけど、今のところは、もっとでかいところをハードウェアにしていて、実はあのランダムフォレストの、森もハードウェアに落とし込んだ、無理やり G5 にぶち込んだっていうふうになってます。で、じゃあなんでそんなことを、喋ってるかっつったら、まあ、昨日質問が、マーシーさんって思ってます、はい、マーシーさんから、まさかのように飛んできたんですけども、なんでウルトラ96使わないのって、ちょっと飛び屋が走ってる写真とかなんですけども、まあ、今これ G5 になってるので、ぜひウルトラ96にしたいよねということで、皆さんの知見を、いただけたら嬉しいなと思います。
で、まあ大変なのが多分2つあって、1つ目がカメラどうやって接続するのですね。で、P モードのカメラとかいろいろ、まあ、これもやっぱりマーシーさんからあの P モードのやつを自作したのをもらっていて、でそれをカメラつなげてできるのかなっていうのと、まあ、USB カメラもいけるかなと考えてます。で、2つ目がロボットならではなんですけども、バッテリーで動かさないといけないんですよね。で、ウルトラ Q6 めっちゃ電力食うんですよね。なんで、そこのあたりで、こういうの使えばいけるよみたいな情報があれば、ぜひ教えてほしいなと思っているところです。あ、これ、今、マシンボードとか走ってるんですね。はい、という感じです。はい、以上です。